暗い背景から浮かび上がる指を上に向けた聖人の姿。ルネサンス期イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1513年から16年頃に制作した洗礼者ヨハネの肖像。この聖人は本作に表されるように毛皮をまとい、キリストを含む人々に洗礼を授けました。長い巻き毛を生やした頭部にはモナリザを思い出させる謎めいた笑顔が浮かびます。左手には十字架を持ち、胸の前を横切る右腕の先の手の指は天を指しています。聖アンナと聖母子の絵に見られた青く霞む遠くに見える風景はこの絵には登場しません。しかし真っ黒な闇に閉ざされた背景はその前に立ち、光に照らし出された人物の腕と手の様子、そして顔の表情に鑑賞者の注意を向かわせる役割を果たしています。